あずまやの日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。4月19日、今日は何の日？1870年の今日、甲田信が生まれました。甲田信は音楽教育家で、クラシック分野で日本初の作曲家と言われています。兄弟はこんな感じで、著名人一家です。幼い頃から三味線長唄を習ってきましたが、1876年、東京女子師範学校附属小学校に入学し、箏曲、お琴ですね、お琴も習います。さて、明治政府が招聘したアメリカ合衆国の音楽研究者、ルーサー・ホワイティング・メイソンが1880年に来日し、文部省音楽取り調べがけ、後の東京音楽学校、現東京芸術大学に雇用されます。メイソンは1881年に合唱指導のために東京女子師範学校附属小学校に行き、そこでノブと知り合います。ノブの才能を見出したメイソンは、ノブの両親に個人授業をしたいと申し出て、週末はメイソンがいる音楽取り調べがけ通い、メイソンとメイソンの助手である中村、これは千って読むのかな？中村千と、ウリュウシゲコにピアノを指示します。このメイソンの助手であるウリュウシゲコは、大山捨松、津田梅子らと共に1871年に岩倉使節団と共にアメリカに留学した人です。ウリュウシゲコ、当時は永井茂子と言いましたが、ワッサー大学音楽科を卒業した日本最初のピアニストです。話はそれましたが、メイソンは帰国する直前にノブの母に会い、音楽の専門教育を受けさせるように助言しました。それを受けて、東京女子師範学校附属小学校を卒業したノブは、音楽取り調べがけに進学します。音楽取り調べがけには、メイソンが持参したピアノが設置されていて、先ほどお話ししたウリュウシゲコからピアノを習ったほか、帰国したメイソンの後任のフランツ・エッケルトにバイオリンを習い始めました。バイオリンでも高得点を獲得し、ノブは1884年7月に音楽取り調べがけを第1回卒業生として卒業し、母校で助手を務めていました。さて、音楽取り調べがけは東京音楽学校に改組されます。ノブは初代外国人教師のルドルフ・ディットリヒに海外留学を勧められ、第1回文部省派遣留学生、いわゆる音楽留学生としてアメリカやイギリスで学びます。帰国後は東京音楽学校で教鞭を取り、滝廉太郎や山田耕作らを育てます。ところが、ノブの高収入がやっかみの対象となり、ノブは東京音楽学校を辞職し、欧米を視察に出かけます。帰国後は皇族に音楽を教授したりしましたが、国内2番目の高収入と大衆誌に書かれていた頃が、ノブの最も活躍した時であったということです。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。